はい、みんな、おはよう。2018年4月の13日、朝の5時23分です。よろしく。はい、わどっつ。おはよう。おはよう。仮眠取ってないよ。飯食ったりボケっとしてた。髪バッサリいったね。結構バッサリいった。いいでしょ、男は短髪だよ。今コンビニで中華そばと卵サンド買って食べて、のりこはなんか食べてたね。似合う、ありがとう。嬉しいな、ありがとドレさん結局やんなかったな、今日な。ドレさん結局ね、何だったんだろうな。今日やるって言ってたんだけどね。眠くなっちゃったんかな。遅やらなかったね。まあ、まだリハビリって感じか。まだ慣れてないのかね。見るもんなくて困ってるんだよな。早く復活してくんないと困るよ。ドレッシングに。朝方のふわっちひどいね、今日はね。配信者多いけど閲覧が全然集まってない。千代子の放送がなんで人集まってんのかよくわかんないし、寝配信じゃないのあれ。
ハビネスおはよう。初見さんいらっしゃい。面白かったらフォローしてよろしく。
おはよう。アイテムありがとう。おはよう。雰囲気変わった？そう。髪切ったかんね。あれ？こちらこそありがとう。寒いな。軽く熱あるっぽいな。なんか風邪ひいたかも。のんちゃん、いや、なんかね、微熱があるっぽいね。ちょっと花粉症じゃないと思う、これ。なんかぐっすり寝たのもおかしかったじゃん、あんだけ寝たのも。で、起きたらね、なんか今頭がぼーっとするから、多分熱があるね、これ。はい、おかえり。風邪ひいたな。あれ、どこやったっけな。熱測ってみようか。風邪だ。風邪。多分微熱があるっぽいね。早いな。うん、 36.3 度。平熱だね。
のんちゃん、風邪ひいてないね。風邪はひいてないみたいだな。全くもって大丈夫だったわ。もう満体だね。花粉症かな？空気清浄機つけてるからね、花粉ないはずなんだけどな。かな。いや、いつ赤髪にするかわかんないね。気分でいきます。いや、拾えるコメント拾えるけど、全部のコメント拾っても意味ないじゃん。全部のコメント拾っても意味ないから。コメントって拾うもんじゃないとも思ってんのよ。なんかこう、リスナーさんとこう、意見交換する場所っていうか、なんつうの、感想みたいなもの書かれても俺は返しようがないからね。俺、こう思うみたいなこと言われてたもんね。ありがとう。匿名さん、花火ありがとう。おはよう。ふわっち初心者、フォローボタンみたいなのない？どっかに。この人をフォローするって、携帯で見てたらどっかにあるはずなんだよね。それでやってみるといいよ。なんか、コメント拾ってほしいっていう心理がわかんないね。ニコ生とかだとコメント拾わないのがデフォルトだからさ。コメント全部拾うなんて無理でしょ。無理だし、なんか、だったら電話かけてくれやいいと思ってるかな。言いたいこと、やりとりしたいんだったら。連投ブロックね。ハマチ多いよね。ハマチほんと多い。おはよう。
はい、ワドツ。のんちゃん、コーヒー買ってきてくんね。のんちゃんもなんか飲みな。コーヒー飲みたいわ。ああ、ありがとう。アイテムありがとうね。ありがとう。いらないの、んちゃん。ホットのさ、ゴールドのタリーズ買ってきたよ。ありがとう。いや、金髪の起業家光る別に、まあ、意識してない。俺はガキの頃、もう、半分。ライズのね、ジェシーがやってたんだよね、昔。ライズのジェシーっていう。それで、かっこいいなと思って。金髪起業家光るとか全然興味ないね。まずいらっしゃい。ジェシーが昔これやってたんだよな。そう、IWGP 出てた人。いや、IWGP のジェシーが出てた回、スープの回っていうのがエキストラで行ったよ。めちゃめちゃかっこよかったよ、ライズ。チャーの息子ね。かっこいいよね、ジェシーね。めちゃくちゃイケメンだよ。出てるじゃない、エキストラで。ライブがタダで見れるから行っただけ。ああ、今月？本当に？いつでも買って。いつでも買って。後で送るよ。後で送る。講座。おはよう、不動産屋さん。イチローさんはどっち？いつもありがとう。バーガーありがとう。ありがとうね。15年ぐらい前、俺がいくつの時だろうな。そうだね。15年以上前じゃないのかな。だいぶ前だと思うよ。ライズもなんか一般受けしないよね。なんでなんだろう。ライズ普通にかっこいいバンドだと思うんだけどな。ありがとう。サンキュー。ありがとう。好きじゃないんだ。似合う。ありがとう。
ああ、どうなんだろうな。いや、無理だと思うよ。昔良かったものをリメイクしたところで、かっこ悪いと思うよ。あの時のあれが面白かっただけであって、無理でしょう。今更って感じだと思うよ。無理無理無理。面白くならないよ。あの時代だったから良かったんだよ。昔ドラマね、日本のドラマめちゃめちゃ面白かったんだけどね。全然面白くなくなっちゃったよね。いや、規制の問題じゃなくてね、予算があったんだと思う。テレビが金かけてたよね。IWGP のキャストとか見るとすごいよ。ちょい役でだって妻夫木聡出てたりとか。なるなるなる。絶対ダメだと思う。下手にやんない方がいいと思う。カラーギャングはもういないんじゃないの？何だったんだろうね、あれ。カラーギャングやってた人なんでいなくなったの？俺なんかポリシーないの嫌いなんだよね。カラーギャングとかさ、ポリシーが売りじゃん。結局にわかだったよね。やり続けろよな。なんか面白くないよね。ドラマ全然面白くない。もっと面白いのいっぱいあると思うんだけどな。なんだろうね、何だったんだろうね。黒とか赤とか黄色とかオレンジとかブルーとか 何だったの？ああ、関東連合とかってほら東京じゃん。俺成田だから分かんない。関東連合がどうとかっていうのは東京の文化だから。要はヤクザより不良が強いってやつ。そうそう、カメレオンの成田。そう、よく知ってるね。カメレオンの成田ね。あれが地元。おはよう、ルサルクさん。バガありがとう。おかわりない。卵の件って何？一件って。結局ドラミちゃん会ったの？会ってないの？俺はもう腹抱えて笑ったけどね。会えないって言ったやつ。ドラミちゃん会いたくないっつったやつは腹抱えて笑ったけど、5分ぐらいしか見てないから分かんねえな。ていうか俺は卵はもう見損なってるから。あいつはもう配信者じゃないよ。あんな会長会長って一人のさ、爆投げしてるリスナーにするよってさ。あんな配信と何の関係もないよ。まあ会長っていう人がどういう人なのか俺はわかんないけど。配信者でない。卵は。まあ、リスナーだね。俺からすると。結局会えたの？会えてないの？でもね、ドラミちゃんからしてもふざけんなって話だと思うよ。男見せろよっていう。そんなさ、北海道からチャリで行くってあんだけ宣言しといて、あんだけ花火もらってなくて、花火もらっておいて、リスナーに対する冒涜だよ。あんなもん。茨城までフェリーで来て、茨城にちょろっと俺と会ったらさ、ヒカル君に売名して、俺に売名して、で、今度なんだよ。なんだ？バスかなんかで向こうに行ったんだろ？ふざけんじゃねえよって話だよ。あんなリスナーに対する裏切りだよ。リスナー怒っていいんだよ、あんな。
あんな囲いが甘やかしてダメにした配信者の典型例だよ。あんな配信とは何の関係もない。動画日記だろ、動画日記。一人でやれよって。それは女の子は勘がいいから分かるんだよ。あ、こいつ偽物だって。ドラミちゃんはね、結構なんか可愛らしい若い女の子ね。ドラミちゃんなんかここでね、いやよでいつもコメント書いてくれるし、まあ、花火だってくれるし、アイテムもくれるし。だからそれが俺と卵味噌の違いだよ。おはよう。卵味噌は必死にさ、会いたい会いたいっつって会ってもらえなくて。俺別にドラミちゃん接点ないよ。配信で堂々とやってるだけよ、コンテンツを。ねえ、でも、ドラミちゃんは本当にかっこいいのかどっちなのかわかるわけでしょ。和道さん、和道さんって。俺にとってはドラミちゃん妹みたいなもんだよ。フェイクだよ、フェイク。嘘でもいいから頑張ってる姿が人の感動を呼ぶんだから。頑張りすらしないってどういうことだよ。自業自得だよ。あんなん誰も認めないよ。元気だよ。元気元気。羽が生え変わってきてちょうどいい感じだよ。ねえ。期待した俺がバカだったね。期待を裏切られた気分だよ、卵味噌には。いや、だから金引っ張りたいだけでしょ。リスナーさんから、リスナーさんのこと金づるって思ってるから、そういうことができるんだよ。ダメだよ。リスナーさんにこうだっつったらやらないと、やり遂げないと。諦めるんだったらまだしもさ、トライして。頑張りすらしないっていうのは評価にもならないよ。最後新幹線代まで要求してた？配信じゃねえな。謙虚っつうかさ、トライしようっていうのを応援して花火投げてくれてるわけじゃん。何かにトライする姿に投資をして夢を買ってるわけでしょ。首輪つけて飼いならされてるペットみてえだよ。あんな生き方がしたかったのって。いや、寝てない。いいの、寝たい時に寝るから。そうじゃないの。何かにトライする姿勢がかっこいいんじゃないの。何も持ってないやつが何かを手に入れようとするのがかっこいいんじゃないの。何にも挑戦してない男がさ、女の子がなびくわけないじゃん。手に入らなくてもいいんだよ。そこに向かう姿勢が大事なんだ。あんなの誰も認めてくんないよ。だから説教したけどね。何お前って茨城でフェリーってどういうことって。まだ青森ならわかるけど。ザーマンいらっしゃい。はい、つくばってね、リスナーさんにごめんって、無理だったわって言うんだったらわかるけどね。だったら最初からチャリ旅とか書くなよな。あんな簡単に金稼いでいいのかね。まあ、あれは囲いに殺される典型例だよ。大体ね、最近のね、ふわっちの配信者ね、全体でね、
なんかホストクラブだかキャバ嬢だかわかんないし、風俗嬢なんだかなんだかわかんないよ。しまいにはさ、もっとわけわかんないの。チャットレディみたいな、あんなの配信とは何の関係もないわけじゃん。あんな配信者ですらねえよ。そう思わない？ネットホスト、ネットキャバ嬢、ネット風俗嬢、ネット売春男、しまいにはチャットレディ、チャットボーイだろ。そんな配信でもなんでもねえよ。ごく一部だよ、本当に配信者って呼べんのは。正論だよね。な、肩並べてると思われたくねえよ。お疲れ。おお、パンダウンソンさんいらっしゃい。釣りっつうかね、なんかね、俺はなんか喋りで食ってるようには見えねえな。喋りと生き様で食ってるように見えなくて、なんかまあ、おっぱい見せて尻尾振ってるだけにしか見えねえから、まあ、ああいうのと比べられたくないな。だから人数が少ないんだよ。コンテンツとして成り立ってない。まあそういうのは一時的なもんだから減ると思うよ。いなくなると思うけど。まあ今バブルだからさ、配信会は。バブルだからこうやって食えてるだけで。あ、なんだ、偽物じゃんっつって人が離れるだけだと思うよ。そうだね。スマホはでかいね、やっぱり。スマホが、いやね、配信がメジャーになったっていうよりもね、スマホの登場でインターネットがメインになったんだよ。それまでね、インターネットやってる人とかパソコンやってる人ってやっぱ変わった人だったんだよね。はい、いらっしゃい。おはよう。そうそう、一部の、なんか目新しいからバブルになってるだけで、食える人がより食えるようになって、食えない人は食えないってまた格差が始まると思うよ。はい、いってらっしゃい。頑張って。まあでも、別に卵味噌の囲いじゃなくてもあれは怒ると思うよ。あんな有名配信者があんなことやったらぶったたかれるよ。過疎だから許されてんだよ、あんなの。まあ敵を作ったな、卵味噌は。そんなね、花火もらえるのがね、こんな簡単だと思われたらね、たまったもんじゃねえよ。俺が一発の花火いただくのにさ、どれだけ命張ってるかね。やってるジャンルが違う、卵味噌くんとは。そうだよ。いいんじゃん、別に。囲いが飼いならして、一生過疎で。あいつを買った俺がバカだったよ。あれはいつまでたってもダメだね。そんなことできないにゃん。ありがとう。風船ありがとう。卵味噌はダメなよ。ほんとダメ。あれはリスナーの期待を裏切ったよ。詐欺やってたの？やってたっつうか、俺は自主的に何かを騙そうっていう感覚は別になかったけどな。やって、詐欺をやってたっていうつもりないけど、詐欺で逮捕されたのは事実だからね。だから、なんつうんだろう。自主的に、こう、誰かを騙してそれを食いぶちにしようっていうふうにやったことは一回もないよ。おはよう。ありがとう。
あ、そうなんだ。懲役行ってない。執行猶予4年。懲役1年半、執行猶予4年。何の詐欺になったの？信託受益権詐欺だね。うん。信託受益権。まあ、簡単に言うと、オレオレ詐欺の波形みたいなやつだったの。なんか、まあ、オレオレ詐欺なんかないんだよ。正直言うと。もう、何十年前の話だった話で。あんなのなくて。もう、どん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 進化してんの。あ、花火もらった時だけメガネ外すようにしてる。うん、あ、いいじゃんいいじゃん、ゲーム配信、うん、音質はね、ヤマハの AG03 っていうね、オーディオインターフェースかましてるからだね。音は綺麗だと思うよ。マイクは安いやつだけど、だって後ろで回ってるさ、空気の音、空気清浄機の音が聞こえてくるでしょ。どう入ってる入ってる。メガネ外すとコメント見えなくなっちゃうのよ。音と映像は綺麗な方だと思うよ。俺は、うん、何で生計立ってる？配信で生計立ってる俺は。うん。食い縁は配信だね。だ今、Now だね。これが俺の食いぶち。みんなからご厚意でアイテムもらって食わせてもらってるね。もう食えるようになってどれくらいだろう。1年半ぐらいかな。レンズ小さい方が好きなんだよね。うん。いや、すごいかどうかわかんないけど、小好きだって言われてるから。俺はこれで飯食ってるよ。いやいやいや、勘弁してくれよ。人食わせる余裕なんかねえよ。自分で掴み取りなよ。配信者なの？ダメだよ、人から食わせてもらおうっていう考え方は。いや、俺はレンズが小さい方が好きなんだよね、個人的に。手に入れたいものは自分で手に入れないと意味がないよ。ゲーム配信嫌いじゃないよ。ただやりたいと思わないだけで。ゲーム配信って結構負荷かかんだよ。大変なんだよ。喋るだけでも大変なのに、コントローラーで頭使いながら喋るでしょ。あれすげえ難しいんだよ、ゲーム配信って。うん。いや、自分から掴み取らないと意味ないと思うよ、手に入れたいものは。だから感動があったりとかあるんだよ。うん。苦労してても自分で手に入れたものっていうのは一生財産になるから、自分で努力して自分で手に入れた方が価値が高いよ。俺はこのライフスタイル手に入れるまで3年間歯食いしばったからね。行かない。俺よく言われんだけど、リスナーさんに、俺の配信見に来てよって。うん、とか、俺のことフォローしてくれとか、金も払うからって言われてんだけど、断ってんの。で、なんでかっていうと、俺に配信見てもらってるってなっても意味なんてないの。そうじゃなくて、あなたが素晴らしい配信をやって、あなたが、まだ見ぬリスナーさんを手に入れないと意味ないよって。俺はそうやってきたの。誰かに俺の配信見てなんて言ったことなくて。でも自然とこうやって100人集まってくれるようになったのは、一人一人と向き合ってきたからの。そう。で、みんな俺が簡単に100人集めてると思ってんだけど、そんなことねえんだよ。3年も俺、例えば、俺みたいに暮らしたいっていう人5万といるの。で、簡単だよっていうの。3年間1円ももらわずに、毎日10時間一
呼吸の間も置かずに喋り続けてきたんだよ俺は。3日休んだことないの。毎日平均10時間以上配信やってずっと喋り続けてきたの。それで今のライフスタイルを手に入れたんだよ俺は。同じことやれや絶対できるよ。でもやらないの。結果だけくれっていうの。バカなんじゃねえのみたいな。努力すりゃ誰だってできるのにさ。おはよう。でしょ？おはよう。だから見に行かない。俺から閲覧なん付き合いで見に来てもらうよりもあなたが素晴らしい配信やって見に来てくれた一人を大事にするべきだよ。うん。いやそうじゃないの。正論でしょ。一人のこと大事にできないのにさ、見に来てっつって見に来てって言って見に来てくれるんだったらみんな大手になってるよ。うん。でしょ。自分で掴み取るんだよファンを。そう。結果だけくれって言われてもダメよ。だから俺配信やってんだってコメントも意味わかんないと思ってんの。今そんな話してねえよって。ここのリスナーは俺のこと好きで見に来てくれてんだよって。あなたもそうでしょって。宣伝しに来たのって。自分の名前汚すだけだよって。そう。楽しみなよもっとって。ジョン・レノンに別に憧れてないよ俺は。ジョン・レノンが憧れるぐらいの男になりたいと思ってるよ。ウォーキングデッド見てないね。忙しいのね。忙しい。 ありがとう一郎さん。大事だよね。モチベーション上げるってすごい大事だよね、うん、毎日やっぱ生きていくのに不安とかあるからみんな。俺もあるし、うん、でもいいバイブレーション、いい空気感持ってるやつと絡むと自分にいい空気が流れるから選ばないとね。俺は別にナルシストで、あ、いいと思ってるから。うん。実際俺は、もっともっとかっこよくなりたいのね。うん。かっこつけてなんぼでしょ、男は。Google とかで働ける。いや、俺は、労働っていう概念は俺にはない。うん。労働やりたくないのね。うん。労働やりたい人がいっぱいいるから、世の中には。やらせればいい。俺は労働するために生まれてきたわけではないから。労働したい人にやってもらいたい。うん。俺は別に Google に憧れてないし。工業って何？労働っていう概念ないよ。ワードには。ない。うん。ありがとう。俺には労働、似合わないでしょ。うん。似合わないでしょ。そう。似合うことをやればいい。はつりがわかんないな。ごめんね。安定した収入なんかいらないよ。うん、夢がない。俺は、誰かがこの瞬間にアイテムをくれたら時給5000円にも時給2万円にもなるのね。ちまちま働くよりも夢があるでしょ。俺はそっち側にかけたの。安定はないかもしれない。安心はないかもしれない。
でもこの放送には夢があるの。誰かがボーンって投げてくれたら、俺の時給、今時給いくら？ 500 円でしょ？花火一発。いくらかな？花火2発？花火1発500円。今、働いてアルバイターよりも収入が低いんだけど、誰かがボーンって気持ちを投げてくれたら、俺の時給跳ね上がるの。俺は、そう、安定とか安心を捨てた代わりに夢を買ってるのね。そう、俺には労働似合わない。俺は夢を追いかけたいから。そうだね。俺は配信で生活してるね。喋りで飯が食いたかったのね。ガキの頃から喋りが好きだったから。お話しするのが大好きなの。人間が大好きなの。だから人間とこういうふうにこう向き合って、で人と関わって、で俺の話聞いてもらって、で、飯が食えたら最高だなって思ったのね。で、やっとそれができるようになったから、俺は幸せだよ。俺に労働必要ないから、働けとか言わなくていいよ。俺は別に小好きだと思ってないよ。俺は、だって、じゃあ言うなよ。俺のこと小好きだっていう人に。新宿の駅前かどっかで缶から広げて、喋りをバーってやって、4時間で、数千人集まって、リアルタイムで200人近く常に見てて、で空き缶の中に2万3万入ってて、これをホームレスって言うか、乞食って言うか、パフォーマーでしょ。俺は毎日それやってんのよ。インターネットのステーションの前でね、ステーションに空き缶置いて、毎日喋って、常に200人のギャラリーがいて、トータルすると4時間で数千人いて、空き缶の中に2万3万入ってて、それのどこが乞食なんだよ。パフォーマンスやってるじゃんって。違う？俺はパフォーマンスだと思うよ。表現だと思う。俺がやってることはそういう感覚ね。俺の考えね、あくまで。俺はそいつは立派に仕事やってると思うよ。何もやってないで空き缶広げて座って待ってるだけじゃないよ。俺は与えてるぜ。いや、仕事っていう言い方があんまり良くなくて、俺は生き方で飯食ってるだけだから、別に配信にこだわってるわけじゃないし、別にこうやって、例えば企業の依頼でステージ用意するから1万人の前で話してくれないって言われたら俺やるし、別にネットにこだわってるわけじゃなくて、何でもいい。喋りで飯食えたら何でもいいから。言ってるところ間違えてる。俺は普通の感覚だと思うよ。みんながなんかに毒されてるんじゃないの。こうしなきゃいけない。親とか世間とか知らない。俺は知らない。1万人の前で緊張する必要ないよ。俺は俺だから。1万人の前で和道でいればいいわけでしょ。俺は全然平気よ。一般とか世間とか社会とかどうでもいい、俺は。そういうのに縛られたくないからこういうことやってんの。
自分のことに対して悲観的な人間よりもナルシストの方がよっぽど良くない？どう？自分のことが嫌いな人間なんて生きてて意味ないよ。それよりも自分最高って言ってる人間本当にいいと思うよ。何が悪い？ナルシストで誰にも迷惑かけてないよ。自分が好きじゃない人間が他人に愛されるわけないじゃん。他人に愛されてなんぼだぜ。そう、思い込み。普通っていうのは17歳までに身につけた偏見のコレクションって。アインシュタインも言ってるよ。違う？俺は彼が言ってる方が正しいことだと思うよ。俺、金くれって言った？アイテムくれって言ったかい？一言でも。言った？俺言ってないけどね。俺言った？アイテムくれって。みんながくれるんだよ。ありがとうって言ってるだけよ。TS 見ない。俺は過去を振り返りたくない。自分の TS は見ない。スタッフさんにお願いしてるの。俺は今しか生きないから。未来も過去も意味ない。俺は自分の今っていうこの瞬間だけを生き抜いていくから、今しかないのね。だから TS なんて見ないよ。あれは俺のファンに向けて公開してるサービスだから、うん、なんで俺が見ないといけないの？俺は忙しいの。未来もない。今を積み重ねた先にただ未来があるだけで、うん、下手な希望とか恐れとかそういうものは俺にはいらない。うん、書いてるのは正式にね、配信で成功したい、アイテムで応援してくれって書いてあるのよ。アイテムくれとは言ってないよ、うん、夢はだからいつも言ってる通り、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやること、うん、今も未来も。もう一回言うね。好きな人と好きな時に好きな、じゃあ好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるんだよ。ただそれだけ。そう、それは今のタイミングで好きな人と未来のタイミングで好きな人っていうのは変わるわけですよ。わかる？だからその瞬間瞬間を好きなことをやってるだけなの、好きな人とね。だから、うん、そうやってるだけ。投げない人は何言っても投げない。投げる人は何言わなくても投げる、うん、それでよくない？シンプルでしょ。投げない人は何言っても投げない。投げる人は何も言わなくても投げる。これが真理よ。別に俺から何かを仕掛けたところで誰も動かないよ。投げてくれる人は投げてくれるから、それを受け取るだけだよ。おはよう。シンプルに考えようよ。投げたくない人は投げないでいいじゃない。投げてくれる人をありがたく受け取って何が悪いの？何もないよ。うん。ああ、久しぶり、ホッケさん。えいっす、元気だった？えいっす。バカありがとう。俺は働きたくないのね。俺は働きたくないからこういうことやってんの。ごめんね。
働きたい人に働いてもらおうよ。俺は働きたくない。ありがとう、傭兵。お疲れ。働きたい人に働いてもらって。向いてないから、俺は労働向いてないから、労働向いてる人に任せた方がいい。雇ってもらおうっていう感覚ない。俺は俺なりのこう貢献の仕方があるから。いや、働いてるって感覚じゃないよ、配信は。楽しいのね、こうやってて。実際の自分ってなんだろう、ちょっとよくわかんないな、ごめんね。いや、わからない。別に興味がない。リスナーさんが働いてようが働いてまいが。俺の価値観をリスナーさんに植え付ける気ま、全くないからさ。好きだね、マックさんね。俺配信大好きで。配信が楽しいし、ワクワクするし、毎日いろんな人と会える。会いに来てくれる。嬉しい。すごくシンプルでしょ。好きだね。ウェブデザインとかも俺は向いてない。いらない。っていうか、俺はこれ表現だと思ってるから。俺のアートだから、これは。一緒に作ってるアートだから。いや、いいの、いいの。俺は、いいの。ウェブデザイナーになるのは夢じゃないから。おはよう。いや、俺はセックスしてる時も、うんこしてる時も、何やってる時も全部晒したいの。俺は全部見せてあげたい。神の目線でしょ。そう。俺がパソコン持ったり、携帯持ったりするのがだるいぐらいだから、神様の目線でずっと見守っててもらいたい。で、俺が銀行の ATM に行ったら、ああ、こんなに振り込まれてんなって。それが一番楽なので。ただ垂れ流したい。いや、見たくなきゃ見なきゃいい。言ってる意味が分かんなくていいんだよ。時間が経って分かることっていうのもいっぱいあるし、分からないものは分からなくていい。分かる時が来るまで待てばいい。分かろうとしてくれてありがとう。別に今の俺を分かってもらわなくてもいいから。いや、口座さらさないよ。断ってる。俺はアイテムでいいから。もしよかったらお気持ち、アイテムくれたら嬉しいから。それで生計立てたいのね。俺はふわっちっていうサイト好きだから。ふわっち愛してるから、ふわっちも儲けてもらわないと困るんだよね。そう、神の目線で、みんなは神の目線で見てもらいたい。俺っていうリアルを。そう、俺らはネットの情報のね、ネットサーファーでしょ。ネットサーファーだから、よく言うでしょ、ネットサーフィンって。情報っていう波に乗っかるの、俺らは。その情報の一つね、ビッグウェーブね、和道っていうビッグウェーブ。だから俺っていう波に乗っかってほしいのね。さーっとこう、俺はだから言ってんじゃん、その揚げ足取りとかダサいよ。もし面白かったり、俺のこと応援する気持ちがあったら、アイテム気持ち投げてねって。アイテムくれとは違うでしょ。何もやってなくて物乞いしてるのと一緒にしないでよ。それはただの言葉遊びだよ。くだらない。くだらない。そういう幼稚な話は他でやって。そう。俺は俺のこと支えたいとか、楽しいなって思ったら、アイテムちょうだいって。全然意味が違う。全然違う。
だからその言った言わないとかさ、俺の心の中に眠ってる本当の意味を知ってほしいの。うん。そう。言葉面だけ取って言った言わないって子供じゃないんだから。違う？うん、俺が言ってること間違ってる？何にも変なこと言ってないよ。俺はこれで仕事にしてるんだから。アイテムもらわないと生きていけないよ。ありがとう、テリア。いつもありがとう。バーガー3個ありがとう。わからなくてもいい。わかろうとすることは大事だよ。でも。いや、俺はそういうのはやらないね。配信育成ビジネスとか。俺はね、人が人を育てるっていう発想が大嫌いなの。人間っていうのは勝手に、人間っていうのは賢くて勝手に学ぶから。かっこいいやつからかっこいい、よく学んでいくんだよ。みんなもそうでしょ。かっこいいと思ったやつを真似して生きてきたんでしょ。そう。人が人を育てるかっこ悪いやつが、そういうことをやるんだよ。俺はすげえ。俺は正解だって。お前ら俺の言うこと聞けって。何も知らない子供たちに言うんだよ。クソダサいよ。子供たちはかっこいいものを勝手に吸収するから。うん、俺はだから背中を見せるだけね、キッズには。うん、ついてこいよって。俺みたいになりたいんだったら頑張れよって。それでいい。なんか教育から金取るなんて間違ってるよ。頑張るなんて最低な言葉だよ。頑張ってねえやつ俺は見たことないで、うん、なんだ頑張れって。みんな頑張ってるよ。生き物も植物もこの宇宙に存在する全てが頑張ってるよ。これ以上何を求めてんだよ。違う？頑張ってないやつを見たことがないよ、俺は。だから俺は頑張れなんて人が言うことじゃないと思ってる。俺は別にニート肯定派だから。ニート肯定派だからさ、アキラさん。俺はニートも、ニートは日本社会の底辺労働者が起こしてるストライキだと思ってんの、うん、勝手に会社の給料が上がって働く環境が良くなれば働き出すよ。これは国民がやってるストライキだから、やれやれ、うん、働きたくないやつは働かなくていい、うん、いいんじゃないの。親の年金で暮らしてれば俺には関係ない。俺は働きたいから働くだけだから。別にニートだっていいじゃない。何にも悪いことない。ただニートも苦しいんだったら楽しいことやってもらいたいけどね。俺はなんかニートも苦しいって分かってるから、だったら俺と一緒に遊ぼうって。何もしないのは罪だよ。せっかく生まれてきたのに何もしないっていうのは罪だからさ。そう、退屈だったらね、ニートで別に楽しいんだったら俺はそれでいいけど、俺はニートの気持ちわかるよ。いや、周りの目っていうのはよくわかんないのかな。自分のたった一回きりのさ、人生のさ、周りを気にして生きてて何になるの？親の言うこと聞いて、学校の先生の言うこと聞いて、会社の上司の言うこと聞いて、奥さんの顔色見て、楽しそう。俺には絶対できない、うん。やりたいことやるために生まれてきたんだと思ってるから。だってアドバイスする人間が責任なんか取ってくんないよ。周りの人間はああだこうだ言うよ。こうした方がいい、ああした方がいい。
自分が困った時に誰も助けてくんないよ。だったら自分らしく生きた方が素敵じゃない？どう？バカありがとう。いつもありがとうね。あー、俺も嫌い。人は人だよね。自分は自分、人は人。うん、自分らしく生きるって大事よ。せっかく泣いても笑っても一回こっきりの人生だよ。俺ら100年後生きてないよ、みんな。ここにいる全員が100年後絶対生きてないよ。一回こっきりね。楽しもう。初コメありがとう。うん。もしよかったらフォローして。よろしく。ありがとうね、初コメ。コメント書いた方が面白いよ。どうなんだろうね。俺は頭悪いから社会のこととかよくわかんねえかな。もっと人間的っていうか、政治とか社会のこととか全然わかんないけど、なんかこう、楽しいことやればいいんじゃん、みたいな。iTunes からもいけると思うよ、アリーさん。いけると思うよ。いけるよね、みんなね。iTunes からもいけるよね、ふわっち。みんなに聞いてみて、アリーさん。多分みんな教えてくれるよ。iTunes からいけんの？ふわっちの課金。ただ、なんかウェブで買った方がお得なんだよね。iTunes 通さない方がね。確か。あ、いいよ、いいよ、全然。いけるよね。すごいね。何千万も渡したんだ。余裕があるんだろうね、多分ね。余裕大事だよね。心の余裕はすごく大事。おはよう。匿名さん、おはよう。花火ありがとう。おはよう。誰だろう。おう、おはよう、おはよう。今日もいい日にしよう。おはよう。いつもありがとう。ふわっちのリスナーさん、お金持ち多いよ。うん。すごい。で、てかね、日本全体が豊かなの。ふわっちだけではないよ。日本は本当はすごくお金持ってる人多い。成功してるすごく多い。だけどね、お金使うことを悪いことだって思い込んでしまっているのね。お金使うことはいいことなの。稼ぐことも大事なことだけど、使うことも実は大事なのね。で、お金を稼ぐことなんて実は誰でもできる。お金を使うっていうのはセンスがいるの。でもね、気に入った和道っていう人間にお金を投げてくれるって一番大事なお金の使い方だと思う。こいつだって思った人間を育てることができる。わかる？企業とか返すとどこ行ったか分かんなくなるから、うん、もし俺に投資してくれるんだったらじゃんじゃん投げて。東京じゃないの？お金持ちが一番多いのは東京でしょ。ねえ、100年後の東京どうなってるかね。福井県なの？
そうなんだ。あ、貧乏な人も多いのかな、東京は。ドバイの人にもね、配信知ってもらえたらいいね。ワドっていう面白い人間がいるっていう風に伝わったら面白いよね。それがなぜか。俺には関係のないことだから。いいのよ。インターネットをやってたら別に福井県だろうが、東京だろうが、北海道だろうが、日本全国つながって、世界中つながってる。初見さんいらっしゃい。病気じゃないよ。病気じゃないよ。あ、そうなんだ。人口少ないんだ。世界中の人に見てもらいたいね。今のところアメリカのリスナーさん数人いるのと、マレーシアのリスナーさんとか、その辺はいるけど、ドバイのリスナーさんいないね。楽しい、ありがとう。そう言ってもらえるのが一番楽しいよ。すごく嬉しい。ありがとすごく嬉しい。何よりのプレゼントだよね。和道と出会えてよかったとか、和道と話してる楽しい。この放送に来るとモチベーション上がるって。そのためにやってるのね、和道はね。ありがとう。俺は英語で話してないよ。俺はジャパニーズだから。侍の末裔だから。俺は日本人。日本人は日本語使うでしょ。ああ、すごいね。飛行機とか持ってるんだ。自家用ジェットとかね。ワドもそうなりたいね。ヘリコプターとか、自家用ジェットとかね。ワドも持ちたいね。わかるよ。ああ、そうなんだ。出会い大事だよね。出会いが全てだから。かっこいいオーラをまとってる人間の周りにはかっこいいオーラが寄りつくっていうかね。映るから。病気と一緒でね、オーラも映るからね。いい環境に生まれ、金持ちがなんで金持ちの子供代々続いていくかってね、みんなね、分かってないんだよ。金をね、相続するからじゃないんだよ。成功する空気を身にまとってるからなんだよ。そう、成功する考え方が普段から親から真似るから。だから貧乏な家庭は貧乏な家庭のまんまなの。金持ってたらうまくいくじゃないんだよ。やっぱね、ライフスタイルを手に入れないと。そう、オーラとか雰囲気とかね、やっぱりね、いい空気は伝染するんだよ。俺はそれ一番大事なことだと思ってるね。周りにいる人がいい空気を持ってるのか、学べるのか。無意識にやっぱりこのかっこいいなっていう空気って伝染するからさ。いや、うちは成功者多いからね。うちは成功者多いから。あとは自分の器を信じることね。自分の物差しを広げること。親のこと、お前さ、32なんだよ俺。マザコンでもファザコンでもねえよ。30超えて親が親がとかダセーからやめようぜ。お前ファザコンかって。お前マザコンかって。お前二十歳超えてんだろって。お父さんがお母さんがって言ってバカじゃねえのって言ってやれよ。俺32だぞ。親がどうとか言ってるやつダサすぎるだろ。あなたは有名な人なんですか？知らない。それを決めるのは俺じゃないよ。まあでも、
東京のどっか歩いてたら声かけられるよ。うん。和道さんですよねって。写真撮ってくださいとか、ステッカー売ってますかって。声はかけられるけど、それどっから有名なのかわかんないよね。新宿、上野、池袋、渋谷、あの辺とか歩いてたら、声かけられるけど、俺は別に有名だから何なんだって話で。別に有名イコール、ね、すごいわけではないから。まあ、俺のこと知ってる人は多いんじゃないかな。親を尊敬しますか？どうだろうね。新宿住んでるよ。頑張ってくださいっていうか、俺はあなたのために頑張るつもりないから。君が頑張りな。俺別にあなたに頑張ってくれとか言われる筋合いないから。ごめんね。君が頑張りな。俺別に君のために頑張るつもりなんてこれっぽっちもないから。悪いね。俺頑張るっていう言葉大嫌いだから。どうなんだろう。わかんない。俺のこと知ってるかどうかわかんない。命令しないで。俺頑張りたいとき勝手に頑張るから。あなたに頑張れって命令される筋合いないから。頑張りたかったらあなたが頑張りなよ。俺別にあなたに言われなくても頑張れる人だから。あなたが頑張りたければ頑張ればいいんじゃないかな。なんで俺の生き方に頑張れっていうのかよく理解できないのね。ごめんね。ディスコメっていうか別に思ってること言ってるだけでしょ。思ってること言ってるだけだから。だって頑張らない選択も俺にはあるでしょ。頑張る選択も俺が握るでしょ。おはようミミ、風船ありがとう。俺には頑張らない権利もあるから。主導権を渡したくないのね、他人に。わかる？そう。頑張らないことも頑張ることも成功も失敗も全部俺のものにしたい。自己責任を負っていきたいの。だから俺は頑張れって言葉大っ嫌いの。野球場で頑張れ頑張れって、サッカー場見てごらんよ。頑張れ頑張れって、俺は言ってやりたいんだよ。お前よりも頑張ってるからピッチに立ってるんだよって。頑張れって言ってるやつ一人一人ビンタして言ってやりたいよ。お前より頑張ってるからフィールドに立ってんだろ、ステージに立ってんだろ。だからあいつら頑張ってるからあそこにいるんだよって。お前が頑張れよって。何様のつもりだよって。そう思いません？頑張れ頑張れって。お前よりよっぽど頑張ってるよ。俺は頑張れなんかいらないの。俺に頑張れって言葉はいらない。おかしくない人間なんていないよ。俺からすると健常者って呼ばれてる99%の人間の方が狂ってると思うよ。右向け右って言ってみんな右向くんだよ。俺泡吹いて倒れたよ。右向け右って言った瞬間バッて向くんだよ。これは北朝鮮ですかって、北朝鮮ですかって、人権侵害だよ。俺は泡吹いて倒れたよ、小学校の頃。なんだこの儀式はって。
人間に対してのリスペクトがない、まるでリスペクトが全くない。まあ、なぜ命令をしなくちゃいけないの？軍人ですか？小学生は、中学生は。どうだろうね、頭いってるかな。俺はまともに自分の考えを言ってるだけなんだけど、うん、俺中卒だよ、うん、俺中卒。はい、ワード2、金本さんおはよう、よろしく、おはよう。俺は教養ないから、学校生活向いてなかったのね。学生向いてなかったの。俺らしくないなと思って。そう、うん、共感してくれんの、ありがとう。いや、あれ洗脳でしょ、うん、あれをまともに普通に何も考えないでできるんだから、俺からしたらクレイジーだよ。うん、頭いってるかな。俺はまともに普通なこと言ってるつもりなんだけど、俺が当たり前だと思ってることをみんなにシェアしてるだけなんだけど、なかなかいいねボタン押されないね。あら、洗脳でしょ、うん、自分で自分の考えを放棄してる人間たちが、うん、人間じゃないよ。脳に血管あるのかな、どうなんだろうね。いいんじゃない。うん、言いたいこと言えばいいのにね。俺はだから頑張ってるっつうかさ、頑張れとは言わないけど、頑張ってる人間大好き、苦しんでる人間大好き、トライしてる人間大好きなの、うん、失敗なんかないのね、人生に。でも日本人っていうのは失敗をしたら叩くんだよ、失敗を恐れるんだよ。だから俺はでも言ってあげる、失敗してる子供がいたら、お前は今経験を積んでるって、成功に一歩近づいてるんだよって、うん、どんどん失敗しろよって、失敗しなくなったら終わりだからって、うん、君は成功に近づいてるだけだって、うん、どんどん笑われろって、うん、失敗なんかないよ。初めっからバッターボックスに立って、初めっから3割で打席で打てるやつなんかいないんだよ、うん、初めっからスリーポイントシュートも入らなければ自転車にも乗れないんだよ。転べ転べ、恐れるな、血を流せ、涙を流せ、うん、その先に当たり前に自転車に乗れる日が来るよ、うん、トライアンドエラーだよ。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけ。そう、最初から成功なんてない。俺はさっきから言ってるのが当たり前のことを言ってるだけだよ、うん、好きな人と、これ順番大事よ、いくよ、リッスンね、リッスン。好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。OK？ 好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。これね、意外とできてない。私結婚したいこと。私ハワイに行きたい場所。ね、こんなのばっかりなの。だから具現化しない。誰と？人なんだよ。わかる？人とこと、次時、場所、いつまでって、これ重要。人間と人間、人なの、人と人とのつながりなの、うん、だから成功しても仲間がいないとつまらない、蹴落としただけだから。でしょ、俺は X さんとシルバー作ってんの、わかる？
人だよ。人と何をやるのか。病気だよ。うん。俺か、普通の人は俺のことを見て病気っていうの。わかる？そう。天才は俺のことを天才と呼ぶから。わかる？ 99% の人間に病気って言われて心地いい。1% を人間に語りかけてる。わかる？ 192 名いるわけだ。おそらく2人だろうね。俺の才能に気づいてるのは。この2人に向かって喋ってる。ありがとう、バーガー、ありがとう。うん。話がよくわかんなくていいんだよ。わかる時が来るまで待てばいい。咀嚼すればいい。わからないものをわかろうとしてもダメよ。人間価値観が違うから。あやちゃん、いつもありがとうね。人を踏み台にすると必ずダメよ。それは地獄っていうの。人を生かせる人が勝たないと、うん、仲間にいい空気をくれて仲間と一緒にいてこいつのおかげで成功できたって言わせないと本当の成功なんて待ってない、うん、あいつがいたから俺ここに入れるんだよねって、うん、そういう関係がベストね。ああそう、うん、楽しいよ、すげえ楽しいよ、最高の人生だね、うん、最高の人生いいのよ。100人が100人俺のこと理解できると思ってないから。俺のことクレイシーだなっつって、病気だなって言って。それで俺はいいの。うん。理解できるはずがない。なんでかっつったら普通の価値観で生きてないから俺は。俺が見てるものとみんなが見てるものは違うんだよ、おそらく。同じ地球上に生きてて。俺には問題意識がある。うん、この地球に住んでいて、たくさんの問題意識がある。そう、見えたものには責任がある、うん、俺はそれを変えたい、それだけ。俺が今何を生み出してるか全く理解してない、うん、俺が今何を生み出してるのかを理解しない、見えてないだけだよ。仕事は俺したくないからやめた。リタイアした、うん。労働とか仕事っていう概念は俺にはないのね。俺はもうやめた。うん。ありがとう、アリ。アリ、ありがとう。花火、ありがとう。アリ、ありがとうね。これからもよろしくね。アリ、でもね、一個覚えといて。俺のこと信じたらダメだよ。わかる？俺のこと信じるな。そして疑うな。うん。わかる？囲いになったらダメよ。うん。信じるなよ。ありがとう、アリー。アリー、花火ありがとう。アリー、ありがとう。サンキュー。アリーね。俺のこと信じてもダメ。疑ってもダメだから。うん。わかる？ただ確認して。今日も私の好きな和道かなって。ただ見るだけでいい。うん。共感したらアイテムちょうだい。信じて、アリーが俺のこと信じてますっていうの、俺嫌いだから。わかる？俺にもいいところ悪いところあんの。そう。アリーにとってね。そう。だから、なんだろう。信じてないと、こう、付き合えない関係って嫌なの。疑ってないと付き合えない関係って嫌なのね。だから常に確認して。今日の和道どうかな？今日私の好きな和道かな？それでいいから。そう。信じなくていい。信じないと続かない関係をリスナーさんと作りたくない。疑わないと続かない関係を続けたくない。フラットに肩の力を抜いていこうよ。俺は誰にもアイテム投げない。誰もフォローしない。うん。俺は表現者だから。うん。俺ができることは、言霊を込めて、メッセージを込めてみんなに伝えるだけ。それが俺の仕事なの。それが俺のフォローの仕方である。還元の仕方であるの。そう、みんなに元気を与えたい。笑顔を与えたい。勇気を与えたい。希望を与えたい。モチベーションを上げてあげたい。俺ができるのはそれだけ。うん。だから誰もフォローしない。俺は。誰もフォローしないし、誰にもアイテムあげない。
俺はみんなに対して頑張れって。ありがとうアリー、3発目ありがとう、ありがとうアリー、そうありがとうねアリー、うん、そう楽に行こうって。楽の意味は楽しいだからね。楽しいだよ、ワクワクが止まらないよって。そう俺はだる、なんつーの、楽っつうのはね、これは難しい日本人の感覚で、俺は楽しもうだから、ワクワクしよう、好奇心が止まらないよって。これが本当の意味だから、楽のね、それが一番大事、うん、怠けようじゃダメ、楽は。俺はワクワクしてないの、ワクワクが止まらないって、うん、そうこの一瞬を大事にワクワクして希望に満ち溢れて、うん、俺喋りたい、いつか出会ったら声かけて、街中でもいいよ、カフェ行こうはどうって、うん、ありがとうねそう言ってくれて、うん、そう瞬間、この瞬間を楽しめばいい、この瞬間瞬間、この社会でどうやって生き抜いていく何よ、俺普通に生きてるだけじゃん、普通に生きてるだけだよ、うん、何にも変なことを言ってない、普通に生きてるだけだよ。思い込みがあった俺にも、若い頃働かないと食っていけないんじゃないかなって、俺の考え方間違えてるのかな、俺ってなんでこんなに共感されないんだろう。でも見てみてよ世界を、俺にとって普通だよこれは。仲間がいて、たくさんのリスナーさんがいて、生計が成り立ってて、俺は自分を信じた、怖かった俺も、できないんじゃないかな、無理かな、違う、俺は勇気を出して一歩踏み出した、恐怖に勝る好奇心があった、自分を信じてよかったよ。今時給ね、1時間半喋って1時間半喋って2500円だから、時給いくらだろう、計算して、うん、計算得意でしょ、うん、そうだね、3年前のドリームは叶えたね、うん、俺は夢は見るもんじゃなくて叶えるもんだと思ってるから、うん、ありがとう。計算して。うん。じゃあ2500円だから、1時間半しゃべって2500円だから、みんな頭いいでしょ、俺より。そうだね、赤髪にしようね。ありがとう。フォロー大歓迎だよ。俺はフォローを断らないよ。どんな人間であれ、俺のこと、どんな極悪人であれ、どんなにいい人であれ、関係ない。俺のことフォローしてくれる人間を断る資格はない。俺はそういう生き方をしてるから。たくさん応援してください。仕事に何も差別なんかない。肌の色、目の色、性別、国籍、くだらない。ゲイだとかレズだとか、マイノリティ、生活保護だとか、障害者手帳持ってるとか。人間だろ？同じ地球に住んでて同じ時代に生まれてて、何を小さいこと言ってんだよって。俺地球人だから。仲間だから。大丈夫。同じ地球に住んでるファミリーだから。そこに水商売とか小さいこといらない。うちには。うん。何でもいい。俺のこと好きだっていう人間、俺が悪く言うはずないじゃん。うん、俺の職業何なんだろうね。わかんない。働いてないから。好きに呼んで。うん。
ありがとうね。うん。ありがとう、ありがとう。うん。サンキュー。無職でも何でもいいよ。無職でも何でもいい。俺はなんか人からどう呼ばれるとかあんまり気にしてないから。俺は、なんつうんだろう。なんだろう。どうせ、100年後に俺ら全員いなくなる星屑でしょ。そんな小さいのいらないよ。うん、楽しもう。なんだろうね。エンターテインメントかね。ネットタレントでも何でもいいよ。何でもいい。何でもいいよ。小好きでもいいよ。何でもいいよ。そういう小さいことにこだわりはないから。何でもいい。バガありがとう。カヨタンありがとう。何でもいいよ。みんなから見えたものでいいよ。うん。配信で成功、うん。そうだね。配信に恩返ししたいね。配信で掴んでからね。俺今見えるもの全部配信で手にしたものだから、うん、配信に貢献したいね、うん、いいんだよ。ルンペンみたいなもんだろ。日本語で言うと風天だろ。かっこいいじゃん。俺は風天の虎に憧れてたよ。車虎次郎に、うん、スナフキンに憧れてたよ。ルンペンだろ、風天だろ、ヒッピーだろ。いいじゃん。うん、ルンペンはドイツ語か。うん。何でもいいよ。もともとホームレスだったんだから。赤髪いつするか分かんないな。気が乗ったらするよ。うん。ありがとう、アリ。聞いてるよ。大丈夫だよ、妖怪。聞いてるよ。お前のメッセージ届いてるよ。トラさんは風天って呼ばれてたのね。うん。車トラジローは風天のトラって呼ばれて。風天っていうのはルンペンとかヒッピーって意味だから、うん、日本語では風天って呼ぶの、うん、俺らは風天だよ。木の実木のまま餌与えられて生きてるんだよ。餌もらえなくなったら死ぬんだろ。風天じゃねえかよ。トラさんはなんだっけ、なんて言うんだっけ、叩き売りだっけ、なんて言うんだ、うん、風天っていうのはだからルンペンとかヒッピーって検索してみたらいいよ。風天でウィキペディアが教えてくれるよ。そう、車虎次郎ね。俺32歳だよ。うん、32、もうすぐ33になるね。似てないよ別に。意識してない。彼とは病気になったらどうしてる。寝る。寝てる寝てる、うん、寝るのが一番いい。デート、デートはしないかな。ごめんね。あ、カナコングお好き、ありがとう、うん、俺は知識なんかないよ、うん、いかにもなんて作ろうっても意味ない。でっかく見せようとか賢く見せようなんて思ってないよ。思ったことを言ってるだけよ。それはあなたの捉え方だよ。うん、俺は男は40代が勝負だと思ってるから、40代に最高にかっこいい生き方ができてたらあとは余生だと思ってるね。俺は30にコミットしてる。30歳から40歳から49歳に最高にかっこいい人生を送りたい、うん、男は40代でしょ、うん、今日コラボはする予定ないね今のところ。ただとつまちは普段してるから、ここ下に LINE 書いてあるでしょ。 LINE ね、 URL ポチってクリックすると俺の LINE 繋がるから、言いたいことある人は LINE、 俺が部屋の中で雑談してるときは俺に話したいこと何でも話してくれて構わないよ。うん、だから録画は残っちゃうけどね。うん、あ、わかんないっすね、アキラさん、うん、もしよかったら Twitter と LINE と YouTube とフワッチの、まあこの辺フォローしてくれたら俺と離れらんない。
俺とつながりたい人は、最低でも YouTube、Twitter、ふわっち、この辺フォローしてもらいたい。40になって俺は未来ないと思ってるから、未来も過去もないと思ってるから、俺は俺らしく生きるだけ。これ本赤本赤。おはようみーすけ、ニコ生から見てくれてたのはありありがとう。優しくなったかな、丸くなったかもしれないね、老けたんだよ、ありがとう。そうだね、奥つかめたら最高だよね。俺にね、金運の神様が見てくれてて、億万長者になれたら、もうこの上ない幸せだよね。今も楽しいけど、お金はあったらね、あればあるだけ選択肢が広がるから、やっぱ奥つかみたいよね、せっかく生まれてきたんだらね、俺も男、女性にも年齢関係ないと思うよ、俺も、かっこいいやつは何歳でもかっこいい、ニコ生には戻らないね。俺はこのフィールドっていうか、このステージが気に入ったから。俺はふわっちっていうステージで貢献したい。ふわっちっていうサイトが頑張ってる。すごく頑張ってる。運営さんが毎日こう、リスナーさんの声を聞いて、配信者の声を聞いて。ニコ生ではありえなかったことだから、このサイトはまだまだ伸びると思ってるのね。だからこのサイトに恩返ししたいの。ショートカット好きだよ、俺。なんでわかんの？ショートカット好きよ。髪長い女性よりも、こう、束ねてたりとか、こう、短く、清潔感がある。女性髪短い人が好きね。長い人でも、こう、弱ってる人が好きだね。どうだろうね。億万長者になれるかどうかはわかんねえな。なれたらいいなって思ってるから頑張ってるけど。なんかこう、夢があっていいよね。なれるかどうかは分からない。でもまあ、なれたら最高の人生だなと思ってるから。俺はね、分かんない。なぜ猿から進化したのかとか、頭が賢くないから。あ、ショートカットなんだ。ABC は。そうか。覚えてるよ。ふわっちの運営すごくいいよね。マックさんね、髪ね、こう弱ってる人が好き。LINE 送った？OK、 確認するね。今登録しておくからね。野良メシアだよってコメント書いといて、メッセージ LINE に送っといて、あとで名前変更しておくから。 LINE の名前違うでしょ。あ、書いてくれたか、ありがとうありがとう。で、LINE のルールなんだけど、配信中以外に電話かけてきても俺出ないから、数千人、数万人っていうリスナーさん毎日相手にしてるから、プライベートの時間はかけてこないで、メッセージ。メッセージは読むけど、返信はしない。配信中に電話かけてきてくれたら、対応はするけど、それだけ守ってね、申し訳ないけど。すごい、数千人、数万人っているから、みんなが5分喋るだけで俺、2日、3日かかっちゃうの。ごめんね。おお、久しぶり。相変わらず綺麗だね。おはよう。そう。配信中だったらいつでも連絡くれていいから。電話くれていいから。もしもし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 。ワドです。はじめまして。はじめまして。メシアです。メシアさん、どうも、よろしく。結構前、数年前から、ファンです。ありがとうございます。まあ、ファンといえど、その、個人的に、ちゃうんちゃうんかとか思いながらも、やっぱり、追っかけてる配信者です。嬉しいですね。配信やってるんですか？全くやってません。リスナーです。あ、リスナーさん、ありがとう、応援してみてくれて、で
ワドさんのそのここ数年の動きうをいろいろ毎回じゃないんですけどチェックしながらも、やっぱ最終的に勢いついた時のん。和道さんっていうのはなかなか勉強になりますいや、し、和道でいいよ、全然。和道さんって言わなくていいよ。ああ、はいはい、なんかええ感じやな思いながら、そねの一番気になるというか個人的に気になるんが、え。いろんなことありながらも絶対自分を信じて勝ち気で折れるそのメンタルすげえなーと思って。信じるってさ、はい人に言うって書くんですよ。はい、で、俺って人に何かを伝えるのがやっぱりあれだから、やっぱり言えないって自信にならないじゃないですか。だから、こはい、う、言い聞かせますね。自分が自分に言うことですそうか？です。人間、心理学ですごく面白いのが、普段、はい。こう、人間の耳がなんで2個ついてるかっていうのに関係してるんですけど、はい。人間って自分の喋ったことを一番自分で聞いてるんですよ。で、他人の話意外と聞いてないっていうのがあって。だから、はい。ああ、はい。そう、普段ネガティブな発言してる人ってすごくネガティブな思考をするし、はポジティブな言葉を常に吐いてる人って自分に元気を与えてるんですよ。だからこい。と、結局自分ってとこに戻れるってことですよね。だからそその、この強さですよね。やっぱりその周りから噂であろうと、ちょっと真実があって、あとは憶測であろうとって、どっかで持ってかれてしまうところを成立させんと、その社会生活いうのも成立せえへんぐらい、その同調圧力もは意味ないといえど、やっぱり影響されてしまうところもありまして。俺はね、わかんない。人が何を考えてるのかわからないです、僕は。ここに多くのそうです人、よね。そ気持ちよくは、和道さんがそこを言い切れるときっていうのが、ものすごい、なんやろう、その、虚勢じゃないなって感じるところに魅力は感じるんで、う。そこどういうふうに そこまで自信持てるところまでいったのは、きっと和道さん的にも、その真髄に批判も、受け止めてはるからこその乗り越えなんやなって個人的に解釈させてもうとんすよね。いや、思ったこと言ってるだけですよ、本当に。で、未来って作れると思ってて、いくらでも。そうですね、もちろんそうですね。で、ダメだっていうふうに微塵でも思ったらダメになるのが叶うだけで、できると思ってたらできると思っていて。だから僕は自分のことを信じます。信じてくれてる人もいるし。ああ、はい。そうですね。見てる人を信じてもうと人間の方を優先するいうところになるんすかそうでね。す、そうです。僕のこと嫌いな人も蹴落としたい人もいっぱいいるんですよ。叶わないっていう人も。関係ないです。僕は自分の人生をコントロールするだけです。わかります。でも、その和道さんの今までの配信業の中で、どうしても批判的な意見について、自分もこうぐさっと刺さるような表現をされた時ってないですか？表現ないですね。あ、ないんですね。ないかな。僕はその表現音が違えど、噂であろうど、あろうと、憶測もあろうと、やっぱそう言われるゆえんはあるなって感じてしまうと、人それぞれの見方、価値観、言葉やから、仕方がないなって思うと、なんかそのままちゃんとダメージ食らってしまうので、周りの目を気にしたことは今までありません。徹底してるんですか？徹底っていうよりも、噂とか信じる人で、うまくいってる人を見たことがないんです、僕は。
で、僕はうまくいく人を見てきてるので、僕はそのやり方を信じるだけですね。うまくいってはるし、和道さんから知ってる人でうまくいってはる人は、そこまで徹底的に批判というものに対しての遮断の仕方が徹底されてるっていう印象なんですか？遮断はしてないです。簡単です。有名な人で叩かれてない人を見たことがないんです、僕。イチローでも、羽生さんでも、ビートたけしでも、松本人志でも、有名な人で、アンチがいない人を見たことがないんで、僕にアンチが生まれたっていうのは、僕が有名になったと捉えてます、僕は。はい。イエス・キ例えリストば、ですら殺されてるし、ブッダですら、ね、アンチいますからね、仏教嫌いな人いますからね。そうですね。いまだにあれはただの気違いやっていう表現をする人もいますもんね。ジョン・レノンなんかファンに殺されてますよ。そこで自分を信じるという、その自分っていう定義すらも、どっから生まれてきたかもわからへん、自分を信じるって言い切れるんですかね。自分を信じ、なんですかね。いや、僕は自分なんてないと思ってるんで。楽しいことやってるだけですよ。さっきも言ったけど、僕ら星屑なんで、100年後に宇宙に帰るだけなんで。はい。せっかく生まれたんで楽しみたいだけです。そうですね。持ってかれちゃうんですよね。僕の個人的なそのネガティブの時間を過ごしてしまう時期っていうのは、確実に持ってかれてるのは分かってるんですけど、どうもその和道さんが今言ってくれはったようなポジティブな言い分を持って打ち勝てない状況があって、僕ポジティブだと思ってないですよ、自分で。本当に思ったことにみんなフィルターかけるんですよ。これ言ったら傷つくかな、これ言ったら批判が来るかなって言って、言いたいことを言わないだけなんですよ。僕言うんですよ。叩かれようが何しようが。だからフィルターかけてないだけっす。だからストレスがないんです。もう一個踏み込んで聞きたいのが、そう思い切って、その結局はね、内面悪意があろうが、良心があろうが、行動した行為こそが僕も真意やと思って生きていこうとは思ってるんですけど、和道さん的にもやっぱり内面ではそういう葛藤はありますよね。何の葛藤ですか？それを真実ではないとか言い切るとか。だから他人の考えとかわからないんで、他人の考えはその人の意見だと思ってるんですよ。例えばですけど、200人が僕のこと好きが嫌いか書いてって言った時に、好き嫌いっていうのは、その人たちの人間の生き方であって、僕とは関係ないんですよ。僕ちょのっことと、僕がそう。内面を知る術もない人間に対してちょっと同一性を持って、憶測で被害妄想になってしまってるいうところの話なんだからです僕のこと悪いっていう人間もいれば、僕のこといいっていう人間もいれば、かっこいいとかブサイね。クとかいろんな意見があるんですよ、5万と。そうですね。だからそれは僕の問題ではなくて彼らの問題なんで。だから、そうなんだで終わりですね。終わりなんですね。終わりにできるんがすごいなと思って。だってだ他から人この生き方そ、変えられます？メシアさん。他人のい、メ他シア人さんのだ意け。見を。違う違う、他人の意見じゃなくて、他人の生き方とか考え方とかコントロールなんかできないですよ。僕、それは、例えば和道さんのように専門的な知識を持って、合理性を持って、その絶対変えれるとは思ってはないんですけど、せっかく言語があるから、今までやってきたことに対しても筋を通して、何かしらの、その対話をもって変化しうるものがあるんじゃないのかと。で、もし本人がその善悪の判断をちょっと良心でも少しでも持っとったら、
彼の相手の弱さを応援することはできるんじゃないかなと思って言葉が続いちゃうんですよね。おお、いや、それは多分自分の言ってることを肯定してほしいっていうエゴっすよ。ああ、それはそういう言い方されるとその通りです。自分は正しいこと言ってるね。この人すごいメシアさんのことで人生変わりましたって言ってもらいたいんですよ、多分メシアさんが。僕、他人に影響を与えられても人生責任を負えないから、僕他人の人生、ここにいる200人自由に生きてもらいたいと思ってますもん。で、僕絶対責任取らないですもん。すごいわかります。はい。ただ、なんか、100%自分の中で起こった失敗は受け入れます。過去のこと、未来のことも。自分のことは全部人のせいには絶対しないです。人のせいに、はい、そうですね。根本的な上ですごい大事な基準として、ちょっと僕も、その通りかもしれないです。すいません、短い電話やったんですけど、他人と過去は今変えまらされないですに、よ。簡単に言ったら。自分と未来だけ変えられるんで。僕はそこにコミットしてます。他人と過去を変えようと思ったことは一回もないです。自分と未来を変えるんです。その上で、じゃあ結局のところ和道さんにとのことをお近づきになりたいっていう人間でも、和道さんにとしたら選ばなあかん人間もできるっていうこと僕になはってき全まてすよ受けね。入れます。僕のそばにいたければ、とことんそばにいればいいし、引っ越してくればいいと思ってます。なるほどですね。僕の中で、その自分がクズな経験がしてきて、それでもやっていこうと思うと現状なんですけど、だからこそ変に弱い人間だろうと、今からちゃんとした真っ当な生活を積み重ねたら、それが標準になって、基準になってとかいう、なんかガキみたいな理想を持って変に突っ込んでしまって、ちょっと人間関係が今こじれてしまってたんで、なんか和道さんのように言い切れる意思があればなぁなんて思いながら見させてもとったんですけ ありがど、とうございちょっます。と基本的な、モチベーションを改めたいなぁと思います。すいません、いえいえ。短い電話だったんですけど、言葉で聞きたくて電話させてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません。失礼します。はい、すいません、お願いします。ありがとうございます。はい。ねえ、静かね、久しぶりだよね。全然コメント打ってくんなかったじゃん。俺、風天の意味分かってるっしょ。潜ってな。寂しいじゃん。コメント書いてよ。いなくなっちゃったと思ったよ。他人の評価は気になるんだね、みんなね。みんな気になるんだね。他人からの評価全然気にならないけどな。おはよう。アンコールおはよう。なんかサムネバグってる。ああ、ついたついた。僕は黒が好きなんですよ。これは分かんない。心理的に子供の頃から黒いのが好きなんです。タヌキにスレッド立てられたの？そうなの？へえ。おはよう。他人からの評価気にしてたらキリないっつうか意味ないと思ってて、他人からの評価何の意味があんの？そこ分析して 暇じゃない？暇だから悩んだりするんでしょ。行動してる時って考えなくない？
悩んだら俺暇なんだなって思った方がいいよ。もうわかんない。人生相談とかじゃないけど。俺は思ってること毎日言ってるだけだから。第三の目大切なんだ。俺はなんか、誰からどう見られてるとか気にしたことねえな。だからなんか雑談たぬきとか2ちゃんとかハトロだとかいっぱい書いてあると思うけど、それってなんだろう、そこに書くのってなんか羨ましいから書くわけでしょ、俺のことが。俺のこと引きずり下ろさないとって考えてるんでしょ。なんかそいつらと同じ思考になりたくないっていうか、なんかこう、なんつうんだ、人の足を引っ張る人間と同じ考え方したくないから、俺は見ないかな。見てもなんか、こう、バッドなバイブレーションしか与えられないっつうか。悪い空気しかないから。例えばさ、雑誌ニュートンばっかり読んでるやつと、雑談たぬきばっかり見てるやつの人生って大きな隔たりがあると思わない？例えばファッション雑誌、オーシャンとか読んでたり、レオンとか読んでるばっかりの人が、多分オシャレなんだよ、そいつって。で、雑談たぬきばっかり見てるやつってクズみたいな人間ばっかりでしょ、2チャンネルとか。で、科学雑誌読んでたらね、賢だろうし。っていうように、環境って選べると思ってんの、俺は。どういう人間になるか選べると思ってて。でしょ？で、雑談たぬき見ても何の人生の影響、悪いことしかないから、俺は見ないかな。バッドバイブレーション、いや、あると思うよ、潜在的に。俺は認められたいと思ってないよ。俺思ってないよ。俺そういう欲求ないよ。楽しみたい、ワクワク過ごしたい、ただそれだけ。いや、だから俺にとってはいい影響をもたらすけど、周りの影響、例えば大木さんが俺の放送を見て何を感じたかが問題であって、それは俺知らないよ、書いてくれないと、言葉で伝えてくれないと。でしょ？俺はやってて楽しいだけでしょ？大木さんがどう感じるかは俺知らないよって言ってんの。言ってくれたらわかるけど、楽しい？大木さん、俺はそういう風に感じるけど、どう感じるかはみんな次第だから、で、それはみんなの中で大切にすればいいよ。不快だと思うのか、楽しいと思うのか、つまらないと思うのか、人それぞれだから。でも選んでるのはみんなでしょ。俺は配信やるっていうことしか選んでないから、いや、俺普段からそうやってるんだよ。普段からやってるの。だけどサングラスをつけてそう感じてるだけなの。俺だから、例えば、ソソは俺にリアルで会ったことあるから分かってるんだよ。リアルで飲んで、リアルで飲み屋さんで飲んだの。その時に多分俺の生のオーラを感じたはずなの。こいつ本当にこんな感じのやつなんだって。ソソいる？今。ソソいたらさ、変わんないでしょ。ただグラサンかけただけでアメリカナイズされてるって思ってるんだけど、俺はもともとこういう人間なのよ。だからサングラス1個で見た目って変わるの。髪型1個で見た目って変わるの。何も変わっちゃいないんだって。昔から同じなんだって。ねえ、楽しもうね。どう楽しませたいの？楽しみたい。楽しみたいの。ねえ、変わんないでしょ？別に配信で見てても。別にリアルでああいう人間なんだって思ったはずだと思うよ。変わらないでしょ？別に。リアルでも。俺は多分、ソソにジェスチャーしてたと思うよ。全然変わらないと思うよ。いや、他人をコントロールする気なんかないの。思う通りに動かないし。人間っていうのは生き物だから。感情の生き物だから。コントロールなんて不可能。
いや、俺普段からジェスチャーすごいするタイプだよ。はいはい、トンちゃん、いってらっしゃい、頑張って。アイカップなの？おっぱいでかいんだ。いいね。いいんだよ。アイカップもあるんだね。いいんだよ。おっぱいは出さないと。いいじゃん。セクシーでいいじゃん。サービスだよね。いやー、いいよね。こんな綺麗な人がアイカップあって、おっぱい半分出して歩いてくれてんだから、日本平和だよ。うん、ああ、なんかごめんね、なんかアンコロごめんね、うん、おはよう、よろしいですよ師匠、おはよう。静かねえ、かわいいよね。ハーフなのかね、ハーフっぽい顔してるよね、うん、美人だよ。何だるまって、誰だるまって、ああ言ってたね、ロシアとクォーターだ、うん、ね、おはよう。なんだろうね、ファッションなんか好きにやればいいのにね。喧嘩とつなんて何も生まないじゃん。喧嘩凸とか全然面白くないよね。子供でしょあれ楽しんでるの。子供でしょ。ああいうのは俺はもう、俺らのリスナーは全然ダメだよ。リア凸って受け付けてるの、なんで俺に会いたいの。おはよう、知らんけど風船ありがとう、いつもありがとうね。なんで俺に会いたいの、うん、ネットで会えてるからいいじゃん、うん、イベントとかに来ればいいじゃん。リアルで見たかったら捨て頃とかのチケット買ったりとか、練習会とかの見学とか来ればいいじゃん。イベントで来ればいいじゃん。俺忙しいんだよ結構、うん、業者さんとの打ち合わせとかもあるし大変だからさ。なんかこうね、プライベートな時間結構限られてるんだよ。だからなんかリアルで会いたいって言われてもな、困っちゃうよな。うんうん、社会経験なんか全然ないよ、うん、適当だよ。自己弁護するタイプの人間って俺が、俺別に自己弁護なんか全然しないよ、くだらないから。いや楽なんでしょ、思考停止してるだけでしょ、楽なんでしょ。俺は考える喜びを持ってるから。捨て頃負けねえよ俺。いや会いたくないんだったら別にそういう質問しなきゃいいじゃん。リア凸受け付けてるのって、うん、あなたが聞いたんだから。インコさんいらっしゃい、一度会ってみたい。おお、全然全然ウェルカムだよ、うん。だよく言われるのが、生和道はすげえかっこいいって言われるね。半端じゃないらしいよ。なんかもうオーラが半端じゃないんだって。これ俺が言ってるわけじゃないよ。会った人から言われるの。生和道マジでかっこいいって。半端ねえって。芸能人みたいだって言われるもん。しょうがないよね、それは。これ持って生まれたもんだから。いやマジでマジで言われんの、すげえかっこいいって。レインボーだろうね、うん、ちょっとかさついてた何かさついてたって、肌荒れてた
何？ミースケ会ったことあるもんね、俺。ああ、背高いんだ。ボーナス確定だろうね。何、かさついてたって。かさついてないから。潤い、潤いが半端じゃないから。なんだよ、かさついてるって。乾燥肌だった。唇かな、何がかさついてたのかよくわかんないけど。リップ塗ろう。いや別に 合わないけど。そう、ケアするわ。肌全体が水分ない感じとかやめて、本当に。肌全体水分潤い感じなかったの？ そんなこと思ってたの？マジかよ。あ、スレンダーいいね。俺結構スレンダーな人好きだね。スレンダー美人好きだよ。でもね、結構ね、グラマー体型な人が多いんだよね。スレンダーいいよね。いや、動揺するよ。かさついてたって言われたんだよ。なんだよ、それ。おっぱいはね、大きさじゃない。おっぱいは大きさだよ、フォルムな。それね、昔から俺言ってるんだけど、なかなか伝わらないんだよね。おっぱいはフォルムだから。いや、かさついてるって言われたら気をつけないとね。潤いの和道で言いたいから。いやー、結構肌綺麗って言われるんだけどな。まさかそんなところ見られてると思わなかったかな。びっくりだよね。マジかよ。そう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 。形は大事だよ。結膜炎は映さなくていいわ。やめて。いや、特に意味はないよ、ワード。特に意味はない。でもさ、巨乳の女の子がさ、こういいな。猫みたいに四つ足張ってる時のおっぱいよくない？いや、和道だよ、読み方は。おっぱいは正義だよ。あ、デリアありがとう。バガ2つありがとう。いいよね。ていうかさ、おっぱいあんなでかくてあんなエロい体しててさ、エロって思わないの、女の人は。自分の体見てエロこれって思わない？どんな AV 見てる？いや、AV の話してないよ、俺。私の体エロって思うでしょ。下ネタ大好きだよ。だって男は思わないじゃん。俺の体エロとか思わないでしょ。まあ、肉体鍛えてる人とかはね、筋肉いい感じだなとか、どれさん思うんだろうね、鏡の前でね。でも、女の人ってなんかこう、エロいなって思うはずだと思う。いいよね。俺も女に生まれたかったね。エロエロボディ。
乳首にリップクリーム塗るんだ。エロ。うん、いや俺はね別におっぱい大きいのあんまり興味ないけど、俺はまあ普通行くだろうね、うん、うん、あでも巨乳な女の子を天井に吊るしてこうボクシングのあれはやりたい。バイン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 取れちゃうかな。ねえ、あだから俺のんちゃんに聞くもん、自分でおっぱい揉まないのって。揉まないって言ってたね。うん、俺毎日揉むよね。ずっと揉んでるだろうね多分ね、うん、揉まないんだよね女の人って。なんで？もったいないよ。いや意味が分かんないよ。もむんかい。俺乳首でオナニーしてないよ全然。全然しないね。むしろ敏感肌だから全然。あれなんだっけな、おっぱいって確か好きな男の人に揉まれないと大きくならないんだよね。おっぱい揉まれると大きくなるってあれ間違ってるんだよ。自分で揉んじゃうと脂肪が分解するから小さくなるの原理的には。好きな要は発育の時に好きな男の人に揉んでもらうと女性ホルモンででかくなるの。そう、上半身裸になって、なんで上半身裸になるの？なんで？そう。だから好きな男の人に揉んでもらうのはいいこと。自分で揉んだらダメだ。鍛えたせいか？今、いや、鍛えたせいかっつっても結構プロレスラーみたいな体だよ。なんか太ったから、増量絞ってないから、そんなにかっこいい体してねえぞ。だからでかくはなったよ体。今体でかくはなったけど、でもいい体はしてないよ別に。あとは絞り込みじゃん。絞り込みじゃん。ウエストギュッとね、腹筋バキッと。だいぶね、太ったけどだらしない太り方じゃないよね。あの前みたいに腹だけ出てるっていうかさ、なんつうの、全体的にボンって感じになったよね。昔はさニートの腹だったじゃん、腹だけボヨンみたいな、おっぱいだるんみたいなさ。でもなんかこうスポーツやって
こうでかくなったって感じだ。そうそうそう、腹だけ出てたじゃん、あれはなくなったよね。この辺でかくなったもん。まあこんな感じかな。まあ今こんな感じですね。そったよね。まあ変わるよね。体は正直だよね。鍛えたら鍛えた分だけ体変わるし、悪くないでしょ。うん、サングラスじゃないよこれ、メガネだよ。どう入ってるよ。いや、まあまあ1年前とは全然別格な体してるでしょ。そうだね、女性はストレッチとかヨガとかさ、うん、あんまり鍛えすぎちゃうとね、柔らかさがなくなるから、少し体のラインが綺麗に出るぐらいがいいよね、うん、丸めんじゃないよ。アメスピライン交換したら、いや俺プライベートでは話さないね。プライベートでラインのメッセージも返さないね。うん、ただあのタイムライン見るのと、あとなんかその放送でトツかけるようだけ。アリーさんプライベートではね、リスナーさんとコンタクト取らない。配信上だったら話せるけど、うん、今だったら突していいよ別に、うん、あんまり鍛えすぎてる女性は良くないよね。女の子は少しぽっちゃりしてた方が可愛い。もういいよ、かけておいで電話。うん、うん、全然かけてきていいよ。女性シリーいいよね。うん、静かねえはね、あのね、だからもう本当にモデルみたいな体型なんだろうね。痩せてておっぱいでかいっていう。アナルはやったことないな俺は。アナルセックス一回もしたことないね。絶対女の人気持ちよくないでしょやったことあるかどうか知らないけどアナルセックス絶対女の人気持ちよくないと思うよ。寝ていいよ、うん、いやロハコさんに頼まないよ、うん、やったことないな。32年間生きてきてやったことないから、多分これからもやることはないんだろうけど、まあ汚いよねただ単純に汚いよね。はいはい、おやすみ。ああどうなんだろうね、わかんないけど。
あ、そうなんだ。ありがとう。あ、ありがとう。はいはい、了解、追加。それは知らなかったな。ちょっと待って、水入れてくるわ。おお、ペコおはよう。ペコおはよう。あ、聞いていい？あ、いいよ。昔のキョンキョン、俺ね、キョンキョンじゃない、なんのが好きなんだよね。キョンキョン、キョンキョンわかんねえな。広末涼子みたいなポジションだったんかな。元気はつらつ女の子みたいな。俺はなんのが好きだね。キョンキョンあんまグッとこないかな。キョンキョン好きなの？静かね。あー、内田有紀ね。てか、広末涼子を殺したのは、あ、じゃあ、内田有紀を殺したのは広末涼子だよね。俺はそんな感じがする。内田恭子にとどめ刺したのは広末。で、広末にとどめ刺したのは、なんだっけ、ための女優、なんだっけな。ヒロと結婚したやつ。あ、そう、昔のキョンキョンが最高だ。あ、今いいよ。今からいいよ、全然。いや、いつでもかけてきていいよ。いいよ。いいよ、かけておいで。いいよ。なんでもうちは、リア突、いつでも断らないっていうルールでやってるから、リア突じゃねえや。電突。全然 OK だよ。あり、かけておいで。風船ありがとう、ペコ。風船ありがとう。うん、かけておいで。もしもし。はじめまして。あり？あ、はい、はじめまして。ワドだよ。どうも。あ、すいません、いいよ、なん全か然。ね、早く申し訳ないです。いいよ、これからも頑張ってください。応援します。頑張らないよ。え？頑張らないよ。あ、ワドさん、うん。2コーナー前からちょっと見てたんですけど、う赤髪にしてください。ん。赤髪するよ、するよ。いつしはるんですか？え、なんでそんなに赤髪にこだわってんの？あ、自分が髪の毛真っ赤なんで。あ、そうなんだ。へ そうです。赤いのが好きで、めっちえ。ゃ赤なんですよ。するよ。この金髪に半分に染めたところ赤くするよ、俺。いや、なんか聞いてて、うん。ごめんなさい、なんか失礼な話ばっかりしてしまって。いや、全然。すごい声とか感じがいい方だなと思って、これからも応援したいなっていうあ、応ガ援チして。恋になったんです。
感じなんですけど、うワノさん、ん。応援します。うん。うん、応援して、応援して。うん。はい。お願いがあります。何？私、アリサって言うんですけど、うん。アリちゃん、好きって言ってください。あ、じゃあ、後で LINE で送っとくよ。ボイスメッセージ。わ かりました。うん。ありがとうございます。忙しい中、失礼します。うん、ありがありがととうございます。う。はいよ。失礼します。はーい。なんか若い感じだったね。若い感じだったね。いや、顔は知らない、俺。多分でもニコ生から見てるって言ってたけど、見てないよね、多分ね。そう思わない？ ニコ生から見てるって言ってたけど、絶対見てないよね。絶対嘘だと思うんだけど。そう思わない？絶対見てないと思う、俺。どうなんだろう。おい、琴音ちゃんいらっしゃい。どう、最近。こんにちは。声かわいいの得だよね。わかる。声かわいいの得だよね。俺も声のかわいさだけでここまでやってきたから。でも俺、しゃがれ声とかハスキーボイスとかも好きだよ、結構。女性で声ガラッガラな人とかいるじゃん。肌かさついてたの、ちょっとショックなんだけど、俺。なんだろう、ビタミンとか足りてなかったのかな。つばにゃんのは下品、なんか、のぞみとか、わどうす、ダメだよねって、ねえ、のりこさんって。 あれ、ハスキーボイスとかじゃないから。 のぞみは声すげえかんな。いや、鮫島さんとのぞみさんの会話あんじゃん。カズマさんとのぞみさんの会話、何言ってるか本当に分かんないかんね。何言ってるか全然分かんない。つばにゃんはなんか、つばにゃんはなんか、つばにゃん可愛いっていう人たまにいるじゃん、男の人で。大丈夫かっていう。ツバニャンが可愛い要素どこにあるの？もう本当に分かんないんだよね。だからツバニャン美人だとか可愛いっていう人たまにいるんだけど、微塵も欲情しないね。ツバニャン30だけど、俺は性的にツバニャンが裸で迫ってきても何にも起こらない自信があるの。ピクリとも勃起しないと思うよ。ていうか、マジでぶん殴るかもしんない。ここ狙ってぶん殴るね。こう、本気のやつ決めるね。コークスクリューブロー。ズバーンとこう、ここに。いやー、ツバニャン綺麗とか可愛いっていう男はどうなんだろうっていう。スライリーいらっしゃい。今日何やろうかな。そろそろジム行こうかな。あ、ツバニャン強いもんね、多分ね。あ、俺もそうだね。色白くて透明感ある人が好きだね。わかる。
そう、俺女の子っぽい女の子が好きなの。そう、男っぽいよね、つまりは。全然グッとこない。なんかね、もう可愛らしい人が好きなの。そう、アンコール分かってるね。そう、美しいものが好きだから。そうそうそう。可愛らしい人が好きなの。ザ・女の子っていうのが好きなの。よく分かってるね、和道リスナーは。男らしい人、母親がね、男っぽい人だったから苦手なんだよね。こう、サバサバしてるというか。そう、可愛らしい女の子が好きやろ。髪の毛赤くしないとね、そろそろ。一歩下がって歩く女子ね。摩耗っぽいって何？摩耗が分かんないけど。ね、綺麗だよね。美しいよね。今何時だ？ 8 時か。ジムそろそろ行かないとなと思ってて。あんまりにも1ヶ月半ぐらいサボってるから、ちょっとやばいよね。ああ、宮崎あおいとか好きだね。でもね、宮崎あおいね、ちょっとプロフィール見てびっくりしたの。背高いんだよ。宮崎あおいってみんなが思ってるよりも背高いの。でかいの、あいつ。なんかさ、ちんちくりんの可愛いの想像すんじゃん。すっげえモデル体型なの、宮崎あおいって。おい、ともさん、おはよう。あれはね、ちょっとびっくりした。のんちゃんね、デザインしてくんないんだよね。そろそろね、やらないと間に合わないよね、捨て頃までね。そう、宮崎あおい雰囲気とか顔とか大好きなんだけどね、でかいんだよ。蒼井優かっこいいよね。蒼井優かっこいいなと思って。あの人ヘビースモーカーなんだよね。全然透明感ないらしいよ、プライベートは。タバコばっかばか吸って、酒豪らしいよ。顔に似合わず。かっこいいんだよね。あれが、だから、蒼井優とか、宮崎あおいとか、あと、上戸彩とかが、俺、同い年だね。乗ってる車もかっこいいんだ。男らしいんだよね、結構。小倉優子もでかいんだ。春、夏目雅子。のりこ T シャツ仕上げてくんねえとな。身長高いもんね。モデル体型だって言って、モデル体型の人を付き合ったこと、背高い人は1人しかいないかな。背高い人は1人だけだね。
俺がそんな背高くないからだろうな。これより身長高くなるんだ。でっけえな。見上げる感じだね。でもね、なんか品があって綺麗だよね。静かねえは、なんか銀座とかでママやってそうな感じだよね。雰囲気的には品がありそう。顔立ちだよ。スニーカーでしょ。アンコラスニーカーでしょ。ニューバランス履いてそうだもん。ニューバランスでしょ。あ、そうなんだ。銀座背高い人しか選ばれないんだ。あ、コンバース、オールスター、俺と一緒だ。オールスターいいよね。俺ニューバランス嫌いなんだよね。俺昔からコンバース、コンバースが一番かっこいい。ニューバランスはね、一番性能がいいらしいんだけどね。あ、ともちゃんもそうなんだ。背低いんだ。トツかけたら全然であれだね、コメント書かなくなっちゃったね。ありありトツかけたら満足しちゃったのかな。何だったんだろうね。ありがどっか行っちゃったよ。うん、多分満たされたんだろうね。おはようグリード、おはよう。いいじゃん高身長。履いたことないね。オールスターが一番履きやすい。もう足にしっくりくる、ね、デザインもかっこいいし、シンプルで。じゃああと7分で終わりにするわ。今日はあと7分で終わりにするよ。あ、わかる。アイヌ系の美人、すごい美人だよね。え？これこれ枠で売名成功したひとりちゃんがスカチャ釣りとかやり始めてる。気に入らなくないですか？わかんねえわ、ごめんねミクさん。うん、なんかよくわかんねえけど、何スカチャ釣りがよくわかんねえな。うん、うん、お疲れね。
わかる。俺アイヌ系とか沖縄系の美人、本当に美人だと思ってる。濃い美人は本当に美人だよね。何とも言えない美人だよね。うん。別に今の時代差別とかないと思うよ。たまちゃんとネットの王女がずっと喧嘩してた。へえ。たまちゃんって誰？あのたま。ああ、なんかあばら折った喧嘩。これこれ枠でたまちゃんとネットの王子喧嘩してたんだ。あのたまね。あばらの剣ね。たまちゃんもメンヘラだからな。ビッチっつって本当にやりまんだよね、たまちゃんね。本当にセックス大好きなんだろうね。本当にやりまんだよね。ただの。わ、あんなに、なんつうの、誰もが認めるやりまんってなかなか見ないじゃん。おはよう、解放。ザ・やりまん。セックス大好きって言ってたもんね。まあ、男ってアホだからな。俺別にタマちゃんとセックスしたいとか全然ないけど。セックス好きなんだろうね。すごいよな。ザ・ヤリマンだからね。低層観念とかないんだろうね、多分。山下達郎に似てるかどうか知らないけど。テミーいらっしゃい。引くよね、ちょっとね、女性はね。あんだけ誰でもいいのかってなるとね、びっくりするよね。41ではないと思うけど、目の前で27ですって言われた時に絶対嘘だって思ったけどね。あ、そうなんだ。わだっちってあの囲いの人でしょ？囲いのリスナーさんかなんかでしょ？確か。あ、かくまってる人でしょ？たまちゃん。なんかドレさんの枠とかでもよく聞くね。わだっち。俺は誰だかわかんないんだけど。俺絡みない。死んでも治らない。まあまあ、セックス好きな人っているんだよ。まあいいんじゃない？別に誰も不幸にしてないから。セックスしたい男とセックスしたい女がセックスしてるだけだからいいんだよ。治んねえだろうな。あ、そうなんだ。アマちゃんはだから、タイガー・ウッズみたいなもんだろうね。そうだね。タイガー・ウッズだね。そう。セックス依存症ってあるから、病気で。まあいいんじゃない？別に。本人が苦しんでなければ。あ、まあ子供はね、嫌だよね。確かにね、お母さんがやりまんって嫌だよね。なんかすげえ嫌だな、お母さんがやりまん。最低だな。延長しないのか？延長？延長いいかな。もうそろそろ大手配信者が起き始めるでしょ。ありがとう、匿名さん、花火ありがとう、サンキュー。やりまん母ちゃん嫌だよね。ありがとうね、匿名さん。サンキュー。まあお母さんがやりまん嫌だな。隠してほしいかな。たとえやりまんだとしても。ちょっとやだね。テミハートありがとう。サンキュー。いや、子宮取っちゃえよとまでは言わないけど、隠してほしいよね。やっぱ子供のためにね。ハムカツさん風船ありがとう。やっぱちょっとやだよな。
ちょっと嫌だね。バカありがとう、テミさん。いつもありがとう。お母さんやりまんよ、嫌でしょ。お母さんやりまん、嫌だよ。嫌だよ、やっぱり。なんかでっかいらしいよね、タマちゃんの子供ね。いやーね、タマちゃん配信、ね、配信やるべきじゃなかったよね。やりまんのお母さんいっぱいいるかもしんないけど、自分のお母さんがやりまん嫌でしょ。ハートありがとう、解放。嫌だよ。あ、森マン森マンかどうかは知らない。18歳なの、子供。たまちゃんいくつの時の子供よ。たまちゃんはいくつの時の子供？14歳とかの子供？15歳とか。まあいいや。じゃあ皆さんお疲れ様です。また明日。フォローよろしく。お疲れー。